半幕の本家の半眉先生です。税金のことでね、いろいろ考えたんですけども、例えばね、財産をね、一部資産ですね、家とか土地とかいろいろあると思うんですけども、税金の関係でね、今年の収入にしたいと、収入に入れたいということでね、例えば物件を売ったとしまして、売りますとですね、まあ、今年中の収入にしたいときは、まあ、全部売ってお金をもらうという形になるわけですね。で、ただ向こうの都合でお金がないからローンで、分割でねというふうなことになりますと、今年に全部売ることができないわけですね。で、それじゃあ税金の調整の関係で今年に売ってですね、総額での受け取りをしたいという場合ですね、相手にお金を貸すということにするんですね。例えば1億円ねで、の物件を売って今年中にお金が入れたことにするためにね、名義変更はしますね、物件のね相手に。それで相手からまあ全額ということだけども、今年で契約してその全額をローンで払うということなんですけども、全額こちらで一応もらったということの契約にしましてね、全額もらったということ、1億円ね。で1億円を相手に、全部もらってないんで1億円を相手に貸すということですね。でローンで相手から返してもらうということの契約にするわけです。でそうしますと今年全部買ったことになりますでしょ。で金利はもらえますね、ある程度ね、高くはしませんけども。で1億円を、翌年から少しずつ返済してもらうということですね。で だから1億円で買い、ま、お金を支払いをしました。そして1億円を貸しましたという同時申告ですね、今年中に。そうしますと今年の収入になるわけですね、1億円がね。と税金の関係で今年税金をこの金額で、申請した方が得だという場合の話でね、そうしますとそういう相手もその支払いの方が大変だということと集計してね、こちらの方でね、取りやすい時にそうするというですね。で単に今年1億円のねものを売りますということで、抵当権取って相手から支払いが完全終わるまでね、抵当権取っておいてね、1億円の物件をですね渡すという方法があるわけですね。そうしますと今年中の収入全額にならないわけですね。税金が毎年毎年分割になっちゃうということですね、相手の支払いが終わるまでですね、1億円ですね。ということでどちらがいいかというのは、その税金の来年の心境とか今年の心境とかね、お金を都合するね時ですね、あんまり、1年間でまとめてお金が入ると税金で大変な額になってしまうんで、ね、分割として毎年ね都合する方法ですね、これら辺のやり方があると思うんですね。で法律に触れないようにうまくね正確に考えて、事務手続きをするということですね。これちょっと今ねいろいろと考えてたんですよ、資産の動かし方でね、非常に大事なことだなということでね、ちょっと記録取らせてもらいました。どうもありがとうございました。